平野翔太、ファンとの交流から明かす心の内、ジャニーズ時代の苦悩とインスタグラムの人気。平野仕様7月17日第3回インスタ質問161個全回答集。合流のにおわせ、ジャニーズ時代は考えすぎて寝れなかった。2023年7月7日に飛ぶバーブの活動が公表された平野翔太、通称平野仕様。 彼はそんな平野翔さんが新たにインスタグラムのアカウントを開設し、フォロワーは瞬く間に増えて350万人に達しています。7月8日から7月10日にかけてはインスタグラムのストーリーズで質問箱を実施し、ファンからの質問に答えていました。そして2023年7月16日の夜中にはインスタグラムのストーリーズで次のような投稿をしました。 みんな明日の祝日は予定あるの昼過ぎ暇だったら質問のやつやろうかしら。まだ決めてないけどね、来れるそして、2023年7月17日の13時頃、質問箱がスタート。平野翔さんは17日、インスタ質問コーナーでの質疑応答161個を行いました。ここでは、その一部を紹介していきます。質問のやつ。 お茶とお水、どっちが好きですか平野翔さんは、両方。最近ハマってて、ダンボールで買っちゃった、と答えています。大型バイクの教習で、無事骨折無事って、辞書で引いてみた分違うから、手か大丈夫海一緒に行きたい海行きたいな。でも、側もいいよ。ペタペタしないしね、との回答。好きな花は誇張乱。 ちなみに胡蝶蘭の花言葉は、純粋な愛幸福が飛んでくるんです。平野さんは喜んで、翔君のダンス、早く見たいです。俺もダンスしたい、とコメントしています。愛してるを超える言葉は何ですか平野さんは、キュンと、答えかまってちゃんにも対応しているようですね。一緒にお風呂入りたいダメ結構超風呂ですけど、との、返答。 バキバキに鍛えているのに、意外にも、長風呂が好きなようです。最近ずり行った平野さんはこんな時期に行ったら俺船の上で焦げちゃう、という間を交えて回答しています。お昼ご飯食べた今からなんだよ、ね。ここから少しペース落ちます。ごめんね。と、賑やかな日常を垣間見せてくれます。そして、質問はさらに続きます。恋愛についての質問。 平野翔さんはファンからの恋愛に関する質問にも答えています。その中には、あと3日で交際1年記念日といったラブラブな質問も、平野さんはいないいないねいいね、と幸せそうな返答をしていました。エンターテインメントについての質問。熱心なファンに対してはエンターテインメントについての質問も多数寄せられました。 将軍という言葉の由来を尋ねるファンに対してはやっぱピュールより川がおすすめ角度温度といった平野さんらしいユニークな回答が返ってきました。ファンへの感謝とメッセージ。平野翔さんはファンからの質問に真摯に答える一方で、彼らに対する感謝の気持ちも示しています。 ファンの皆に会えるような活動が始まったら広島来てください素敵な夏を送ってねといった温かいメッセージを送っています。インスタグラムのストーリーズを通じてファンとの交流を深める平野翔さん。その人柄と明るいキャラクターが多くのファンの心を掴んでいます。ジャニーズ時代の苦悩から解放され、 トブでの新たな活動を始めた彼は、インスタグラムを通じてファンとの絆をさらに強めています。今後もファンとの交流を大切にし、ファンに喜びを届ける活動を続けていくことでしょう。ファンの皆さんは、平野翔さんの活動を見守りながら、彼の成長とさらなる輝きに期待を寄せていることでしょう。